ここは今、ササラカンですね。ここからあと20分ぐらいかな、白川までは。そんなに遠くありません。なので、これからノンストップで白川の方まで行こうかなと思います。先は飛騨合掌ライン、富山と岐阜を、この今は左手に見えますけれども、この川をね、渡ったりまた戻ったりということで、7つの橋を渡って富山岐阜行ったり来たりを繰り返す、その道になります。でそこを過ぎまして、もうちょっと行ったら白川郷の方に入れるという感じですね。飛越7橋です。でここから始まりますね。でこの橋の色は紫ですけれども、まあ、7つの橋ですから、まあ、虹にちなんで橋の色が全て違います。なのでそれを楽しみながら行くっていうのもね、景色以外でも面白いのかなというふうにも思います。これ今度青ですよね。ここから岐阜県入ります。岐阜ですね。でもうここは白川郷入りましたね。白川村の方にはもう入っておりますが、白川郷はね、もう少し向こう、水色ですね。でまた富山県に入りました。富山、で今度緑、そして岐阜、このように富山岐阜を行ったり来たりと。という感じです。それだけあの川がこうくねくねと曲がってるんでしょうね。で、まあ、正面は大きな山がねそびえ立っておりますけれども、まあ、深々とした山あいに、ね、入ってきました。そして今度は黄色い橋を渡って富山の方にまた入ってまいります。富山県、まあただねこうやって次オレンジ色ね、でまた岐阜ですね。で橋眺めながらダムの放水を見ながらねのんびり走る、いいね岐阜県。そしてトンネル、まあ気持ちいいですよ本当に。これ何、アイボリーか。富山県ですね。この橋渡りきったら確か滝が見えるんじゃなかったかな、違ったかな、違った、いや景色いいなやっぱり。まあここまでやっぱりあの下道のね暑い30度の中を我慢してきた甲斐がありましたよ。でここトンネル、これ結構長いんで寒いんだよな。このトンネル一番寒いんですよ。ここだけメッシュジャケットはね、我慢の一言につきますね。で出る頃にはね体
冷え切ってますから早く出ないかな。うわ出る出る、もうちょっとだ。あー寒かった。あのトンネルめっちゃ寒いんですよ。気持ちいいな。で、合掌集落があと10キロ看板出てますね。あと10キロですから、まあ10分15分ぐらいか、それぐらいで着けると思います。展望台はあそこですね。どんなもんかな、50メートルほど上がったとこかな、標高でね。そちらの方を目指したいと思います。まあ、10分かからない、5分ぐらいかな。まあ、平日ゆっくりとね観光ができますので、ここ右ですね。まあやはり観光客、それもあの外国人観光客がとても多いですね。多分日本人の観光客より多いんじゃないかな、そんな感じです。まあこれから多分3時ぐらいまでかな、結構ね暑い気温がね続くような今日の天気なんですけど、まあ、夕方ぐらいからようやく過ごしやすくなるのかなと思います。まあ、多分家にいても今日はねエアコンかけなくちゃいけないぐらい暑い日になったような気がしますね。かやぶき屋根、納屋までかやぶきなんですね。ここもかやぶきです。気持ちのいいとこですよ、ここは。やっぱり民宿なんだ、ここ。かやぶきの民宿ってどんななんだろうね。で多分このもう少しで頂上なんですけど、ここを登り切りますと、まあ、見晴らしのいい高台に出れるんですが、そこからね多分正面の山の雪景色、これが綺麗に見えると思います。